第一種電気工事筆記試験の問3ですね、それの令和4年の午前と午後の問題の、説明をいたします。午前の問題ですね。図のような交流回路において電源電圧は 200V、 抵抗は 20Ω で、リアクタンス、これは X Ω、 分からんよということですな。回路電流、これが 20A であるです。この回路の力率はいくらかと、こういう問題なんですね。はい、まずは20Ω ですね、抵抗、これを流れる電流ですね。これは有効電流と言います。はい、これはいくらか言ったら、これ200Vかかってますんで、200V を20オームで割りますと10アンペアですね。はい、これは有効電流 IE ですね。10アンペア。で、この20アンペアっていうのは非送電流なんですね。はい、有効電流とですね、無効電流の2つがね、ベクトルはを、これを非送電流と言います。これ20アンペアですね。で、IE はですね、I のコサインシータですね。こうなりますので、コサインシータというのはですね、I 分の IE、非送電流分の有効電流になりますのでね。したがってこれは20分の10ということで、0.5 で、50% ということになりまして、答えは E ですな。午後の問題ですね。図のような交流回路において、電源電圧は 100V、から電流は 20A、抵抗 R の両端の電圧は 80V であったと。で、リアクタンスはいくらかという問題なんですね。したがって、まずはですね、リアクタンスの電圧ですね、これ VX にしますとね、これは100V の事情から抵抗の電圧ですね、 80V の事情を引いてルートで開くということで、これ 60V になります。はい、したがって、電流は 20A ですから、X は3Ω ということになって、答えはロですな。